赤コーナー、2009年 M1 女子初代ミニフライ級チャンピオン、2011年 WMF 名体世界大会ライトフライ級金メダル、岡田アーツーコー。青コーナー、2006年総合格闘技ディープ女子ライト級初代王者、渡辺ヒーサエ。この試合は2分3ラウンド日本ファイトスタンディング特別ルールで行います。ジャッジ豊永実、大内隆、横山忠、レフリー秋谷益男。2分3ラウンド、3ノックダウンですか。肘打ちが禁止です。掴んでるの攻撃は一切禁止。蹴り足、キャッチも禁止ですか。じゃあグローブ足。汗ですよね。汗。いや、行くよ。大丈夫。はい、コーナー。はい、タオル、タオル。リラックスしてね。全部見えるから。ラウンド1、はい、おいいね、そうそうそう、待ってないぞ、いいね、そういいね、はい、待ってないよ、待ってない、そうそう、そうね、待ってない、そうそう、今のしかないから、そう、早スペース、早スペース。1ラウンド終了です。セコンダー、セコンダーラーチそうそう、レディーゴー。
して、休み。はい。はい、そうよ。おー、トランスがリーダー、リーダー。スプーン。早く、スプーン。セコンダーセコンダーナンシーラスン、集計の結果をお知らせいたします。ジャッジ大内29対28、青渡辺。
ジャッジ豊田が30対29、青渡辺、ジャッジ横浜30対27、青渡辺以上判定3対0をもちまして、勝者青コーナー渡辺久恵。それでは見事戦いを終えました両選手に一言伺っていきたいと思います。まずは勝ちました渡辺久恵選手、はい、今の率直な感想をお聞かせください。いや、ちょっとやっぱり今回は色気出さないって決めてたんですけど、やっぱ KO を無駄に狙いに行ったんですよね。でもスタミナのなさがちょっと来年克服しないとまた上にはいけないかなと思うんで、体ももっとみんな大きくなってるんで作って、でとにかくあっちゃんがやっぱ思った以上にうまかったんで、ローキックも入んないしちょっとどうしようかなと思った結果になってしまったんですよ。倒れてくんないかなと本当思ったんですけどね。ちょっとまたあっちゃんがこのまま復帰するとしたら再戦お願いしたいと思います。お疲れ様です。ではそんな岡田敦子さんにも一言伺いたいと思います。いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。まず久恵ちゃん、ありがとうございました。やっぱ強いなと思いました。そしてセコンドの皆さん、本当にありがとうございました。皆さんがいないとこの今日リングに上がれなかったので本当にありがとうございます。そしてアツコン応援の皆さん、すごくたくさん今日来てくださって本当にありがとうございます。かっこいいとこ見せたかったんですけど、すいません、勝てなかった、それを本当に申し訳ないと思ってます。でも少しでも皆さんに勇気と元気を与えることができれば、私もキックボクシング大好きで5年ぶりにリングに上がったので、この思いが一人でも多くの方に伝わればいいなと思っています。はい、ありがとうございます。というわけで見事日本ファイトフォースファイト戦い抜きました。お二人に大きな拍手を皆様お願いいたします。本日の第4試合は判定3対0をもちまして、青コーナー渡辺久恵選手の勝利でした。